ニセマオは、日本古代の管理、側近、豪族、外交官、大和の怪し配下のトライ人形の人物、生はすぐり、死は、無タスクとも表記する。日本初期巻、第14によると、有略天皇は、獅子ビ部と同じ10月に、死後、川上とネリブを設けた。自分の心をしとして、誤って人を殺すことが多かった、という、天下の人たちは、 希望して、代が足く増します天皇なりと申し上げた。そんな中で天皇が長愛したのは、三、京すぐり青と、日の熊民氏広則たちだけだったという。上記のように、青は、有力天皇の側近として徴用され、不人部として仕えた。有力天皇八年、広則と共に、呉国に派遣された。派遣の目的は、有力天皇が即位してから白木が奉送。 建てつらなかったことを責めたものであった。恐れをなした白木国王は、高来に吉見を通じ、高来兵が百人白木防衛のために送られてきた。しかし、ほどなくしてそれが、まやかしのものだとわかり、白木王は、国内の高来人を皆殺しにした。結果、白木、高来館で戦争が起こり、白木は、ミマナの王を介して、ミマナ日本府に援軍を頼み、 全員イカルガラの率いる軍が、高麗軍を破った、とある。10年9月には、クレから献上された2羽のガチョウを運んで、畜子国に至ったが、このガチョウは、水間くんの犬によって食い殺されてしまった。12年にも、ヒロノリと共に、クレに派遣された。2年後に帰国し、手末の敵である、鑑式クレより、コモヌイの兄姫、弟姫などの技術者を将来した。青は、 トライ氏族の武蔵氏の出自であり、不人部としての知識、技能を認められ、外交面での活躍の場を与えられたと考えられる。新鮮聖史録、左京書主ゲルには、ムタスクスグリは、呉の孫権の子孫である、という記述があり、坂上氏の経図が引用する、聖史録の一文には、ムタスクスグリは、高市軍の他の多くの、すぐり姓の一族と共に、 あちおみが率いてきた民の子孫である、と掲載されている。青、広のりともに、日本風の名前ではなく、大陸への使者に認じられているところから、帰かごまもない世代であり、和王部の上標文に記された46弁令体の、漢文の筆者と関係があることが推定される。ありがとうございます。